はい、それでは龍が如くゼロの続きをやっていきましょう。どこまでやったんだったかな？あ、そうか。少し出歩いてから事務所へ戻るとしよう。少し出歩くというのがよくわからないけどね。とりあえずその辺うろうろするとか、サブがなんかあれば進めるとかもいいかなと思ったんだけど。この人サブクエストの人ではない。なんか怪しいけど、普通に何かを買おうとしているだけの人だった。その辺うろうろっていうのは本当にうろうろしてればいいのかな？ポケットティッシュをもらいました。ポケットティッシュを求めている公園の主がいたよな。ちょっとその人に会いに行こうかな。そば、山の井さんを探して、あの、ボーリング場へ行くっていうのは結局、あれだね。入り口の前で会えたから、なかったことでいいんだよな。ぐえー。やられたんご。飾らー。うん、ウェーボーリングじゃねえか、これ。ボーリング場に行けなかったから、代わりにここでボーリングすることになったね。はい、はい、はい。ポシアタック。はい、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 31万。やっぱヤクザめっちゃ金持ってんな。この倍率が青天井式に伸びていくっていうのは、あるんでしょうかね。ちなみに所持金は2000万。また強くするには早いような気もするけど、ちょっと見とこうか。定期的に見ておいた方がいいよな。壊し屋？壊し屋伸ばすか？まだ一個も伸ばしなかったよ、よく見たら。ビリ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 。でも最初の強化40万だからな。めっちゃ高いな。自分へ投資しろってこんな、直接的に投資することもなかなかないでしょうね。体力アップ。ちょびっと伸びました。最大体力。あ、ここで一気に伸ばしていく感じだ。わかりやすいね。キリュウの全バトルスタイルで効果的。ああ、そうじゃなくて。ん？ 4 億。そもそも金額が桁違いすぎる。封されてるのは何なんだろう。一番外が、この辺まで来たら、そろそろできるよってなるのかどうか。次200万か。ヒートゲージ。体力アップ。チャージ突進。チャージ技がいっぱいあった方が、壊し屋はありがたいよな。ラッシュも見ておこうか。ホークスピリット。敵を威嚇する。特定の弱い敵にのみ効果が発揮。まあ、幻覚的でビビってる奴らとかいるからな。そういう奴らには効くんかな。ヒートゲージの量上昇。こういうの強いな。ラッシュスタイルくーん。あ、そっか、それぞれのスタイルで体力を伸ばしていけるんだな。3000万もするし、高いよ。チャージフィスト。ゴムゴムのカトリングみたいなのが、残像が見えてますが。溜めパンチね。溜めて一瞬で、あれかい？パンチを発動させる的な感じかい？あーしってことはこれ。あれだね、ラッシュスタイルの先生に、いろいろと教えてもらわないと伸びないって感じか。じゃあこの辺を全部取得したら外側が行くとかだったりするかな。この辺はいまいちわかりませんが。ま、いろいろとたくさん伸ばしていかないとそもそも無理って感じでしょうかね。3000万。ねむ、お金が足りない。投げダメージ軽減か。よし。ま、1000万ほど投資しました。とんでもねえ額だけどな。でもこんな何もない空間で他の一体どこへ消費してしまったのかという謎は残りますけどね。こいつらは黒ずくめの男。クレジットカード会社の社員ですかい？はいや、はい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 。次さんアタック。ビビるビビるビビる。大橋アタック。起き上がっていたけど、うん、うん、やってくれたの、お前。ラッシュスタイルの攻撃速度上げるとかないかな。89万。黒ずくめの男。こいつらが一番お金持ってるまであるぞ。サンキュー。お腹減ってるからって喧嘩売るんじゃないよ、もう。ん？あれ？あ、しまった、これ PS4 版で今やってる、
竜が如く極みの方だったか。公園の主いませんでした。ポケットティッシュがあればなーって思ってたのはこれだったんですけど、違いましたわ。じゃあどうしよう。暇をどこで潰そうかがわからないっていうね。カムロ商店街。そう、この辺は極みの頃にはもうなかったよな。再開発で大きく変わったのはこの辺りってことなんでしょうかね。時間潰すってどこで潰せばいいんだろうな。本当に10分くらいリアルで待たないとダメだったりするかな。まあ、とりあえずこいつらに喧嘩売られていれば、いい感じに時間進みそうではあるけどな。なんなんだ？お前サンドバッグな。はい。はいや。はい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 。はい、いや。これもしかして、ボーナスがかかっている間だったら相手をダウンさせた時のお金をもらえる量も増えたりする？増えてないな。でもこれフィンシー倒した時の分にしかボーナス入らない感じか。上田終わり。来たのも？みたいに。小山。もうちょっと金持っててくれよな、こいつ。少ないぜ。一人ずつ倒していくのが一番お金儲かるんかな。居酒屋。そろそろ一旦行ってみようか。なんか連絡が来るかなと思ってたんだけど、もしかしたらそういうことでもないのか。ん？あれ？というかここだっけ？あいつはじゃないよ。ん？あれ？ビルこの辺だっけ？どのあたりか忘れ。あ、ちょっと待って。そこの前、失礼しました。ところで、セレナに来いっていう話は？これ今は、まだ山の井さんの話を聞かないといけないから、セレナどうこうは後か？一旦寄ってみるか。セレナ行ってお話が終わったら、掃除終わったよってなるかもしれないしな。ダメだった。山の井さんの方が先でした。お、ポケベルが鳴ったということはそろそろか？バッチグー、おいでよ。そういう、あれなんだね。道島組、頭式。これって前のやつだよな。もう問題ないよな。で、これが、あれだよね。錦山からだったよな、みたいな話だったから。バッチグーだね。じゃあそこだけ行けばいいのか。本当にうろうろしてればいいのか。サブだと早く進むとかあったかもしれんけど。さて。キユーさん。この人が秘書の子か。マリナさんです。キユーだ。よろしく頼むよ。どうです、キユーさん。綺麗になったでしょ？確かに、だいぶ小綺麗だけど。ここを今から、今日から、キユーちゃんが使ってくのか？綺麗だな。中上の空だけど。スリタビルのオフィスがアジトとして使用可能になりました。小綺麗なアジトだぜ。忍びの拠点となる重要な場所。ストーリーが進むことでアジトの電話にアクセスして主人公の、そうなの。服装の変更なども行うことができるようになります。なんか初代の極みに比べてだいぶアジトでできることが増えてますね。それでは経営の仕方のレクチャーに移りましょう。よろしいよ。お金を増やすってことでいいんでしょうかね。秘書の方からご説明させていただきます。覚える方が多いですが、忘れてしまっても後でまた確認できますから。マネーアイランド？カムロ町。マネーアイランドではカムロ町の不動産物件を購入、運用、資金を貯めて、5ビリオネアを倒すことが目的となります。マジで不動産やるんだな。坊主メニュー内の忍びを見ることで状況の確認はいつでも行うことができる。オフィスでは、利益回収。各エリアの利益を資金として回収。各エリアの人員の配置。各店舗へのアドバイザーの派遣。割と本格的な感じ。これらを繰り返し行うことで非常に大きな利益を得ることができます。このチンピラから、この青天井式にポイントが溜まっていくぜとかっていう、そういう問題ではないんだな。Y を入力すると利益回収の確認画面が表示。マネージャー、ガードマン、支払われる給料が表示される。なるほどね。お互い武力で制圧をしようとしているからガードマンは必須なんだな。利益を資金として回収。利益見込みに景気が加味された金額を得ることができる。景気ねえ。今の景気はどれぐらいいいんでしょうか。この利益の回収を行うまでに、行うまで必ずスムーズにいくとは限らない。
トラブルイベントと、リーキ回収時に起こるマネーバトル。なんだ？マネーバトルとは、リーキ回収を行っているエリアでトラブル。リーキの上昇がストップ。問題を起こしている連中を探し出し乗り込んでリーキがしましょう。そこは自ら行くんだな。まあ、そこはわかりやすくていいな。これにもお金をかけないといけないところだとめんどくさかったけど。リーキを回収した際に5ビリオネアからマネーバトルを仕掛けられる。あん？相手が投入してきた金額に応じて、エリア担当マネージャーが応戦しますが、マネージャーの体力がなくなるとテンポを奪われてしまいます。マネージャーの体力がお金で減る。どういう状況だ？もう疲弊するってこと？もうこんな多額の金額動かしてるの耐えられないみたいな。とりあえず、資金投入でマネージャーを回復して、資金を奪われないように応戦。お金払ったら体力回復するっておかしいけどな。お金食べてんのかな？マネージャーを配置可能。うん。マネーバトルを仕掛けられた際の体力。配置したままになる、すると体力は回復しない。ああ、交代しないといけないのね。たくさん雇った方が有利ってことであるのか。各エリアでカードマン。トラブルの対応力。これも人数が多いほどがいいってことか？数値が低いほど発生率が増加。ん？治安影響力はよくわからんな。一回回収するごとにミリへ進んでいき。まあ、資金を回収すればするほどそこの治安が悪くなるってこと？どんなんでしょう。お金を求めて悪い奴らが集まってくる的な。所有している店舗にアドバイザーを派遣して店舗のランクを上げる。うん。給料を支払うと店舗が成長。給料を払わないという選択肢はないと思うけど。まあ、とりあえずお金をいっぱい投入すればするほど有利になっていくから、まあ、あとは流れでって感じかな。多分な。多分、キリュウちゃんより理解してないぞ、俺は。現在保有している店舗の利益の回収を始める指示を出してみてください。テーブルから、マネーアイランド管理娯楽王エリア。これで娯楽王を直接、同じ土俵でぶっ潰せってことか。これでいいんだよな。おお。エリアにシミュレーションゲーム始まったけど。マネーアイランド管理。これをボタンを押すと、ユリザキエ。これでいいのか？平田ボンゴ？平凡な男ですが頑張ってみます。平強し。これは筋肉ではありません。ハトメネタたちです。それはいいのか？よくわからないが。KK の影響が小さい方が嬉しいのか？マネーバトル力ね。マイナスだとあれなんだろうか。でもそうか、ガードマンとマネージャーだから別なんだな。ここに、アドバイザーを投入するのか。サポート能力。飲食店と相性がいいのか。じゃあ、お願いしましょう。いい店になったな。いい店になったな。感動している。資金投入済み。ん？お前に任せた。お前に任せた。あん。なるほど。こっちは選択肢が2つあるんだね。マネージャーとガードマンは。タカ、上松。モンゴルで首絞め強盗に襲われたことがあります。口喧嘩は強いですよ。首絞め強盗に襲われたことと口喧嘩は関係なくないか。治安影響力が小さい方がいいのかな。じゃあ、高上松にしておこうか。まあ、こんな感じで担当を決めて、これで OK なのか？ん？回収開始じゃないのか？てか、そうか、まだお金が貯まってないってこと？どうだろう。利益回収の指示？娯楽王エリア。Y で。ちょっと待ってね。娯楽王エリアだね。で、回収を、ああ、そうか、ここ右下を見てなかった。上記の体制で管理運営をスタート。よろしいよ。じゃあ、リンジャリン稼ぐぜ。キムちゃんめっちゃノリノリなんだけど。これで回収指示が出来上がっていて、利益見込みは58万。まあ、投入した人材に対しての利益はあんまりだけど、これを繰り返していけばってことなんでしょうね。それこそ回収見込み1000万とかになるかもしれませんしね。それと、初期の運営資金として山の井さんからお金を預かっています。もらっちゃっていいんですか？ 1500 万。これ自分への投資に使っちゃってもいいんですか？こんな大金、いいのか？もちろんですもん。そのお金と、このビルの1階にある百合崎は、私からの選別ですので、このビルの1階なんだ。
とはいえ、一店舗の運営だけでは心もとない。今私たちにね、他の店舗を購入してみては？最初に買うなら天下一通りのすき焼き村中あたりをおすすめですよ。人気の店舗ですが、比較的安価で購入できます。天下一通りのすき焼き村中。お、まずは見に行くの？こっちにカメラが動いたということは、一旦外出ようかってことでしょ？なるほどね。このカムロ町を、キユちゃんの島にするわけだな。それは道島組が黙ってないんじゃないのか。そこのところ不安ではありますけどね。いやまあ、これで道島組と勝ち合った方が、それはそれで願ったり叶ったりってことなんでしょうかね。まあ全力を尽くしていきましょう。お、村中あるね。すき焼き村中か。老舗すき焼き屋の本店で常に予約でいっぱい。でも購入？購入費用1400万。もうほんとギリギリだな。占有率 5%。この金で、どうだ？どうだ？誰に見せてんの？村中の人が、この金でどうだって言われた瞬間に、何の騒ぎだ？おお、このお金は、私のお金を買収してもよろしいですみたいな風に、一瞬出てきて一瞬で帰ったってこと？おお、これで500大エリアがちょっとずつこちらのものになっていくってわけ？なるほどね。これで娯楽王に一泡吹かせてやろうぜってわけだな。一泡どころじゃないよ、もう。泡吹いて二度と立ち上がれないぐらいまで、泡吹かせてやろうぜ。一瞬で終わりましたね。新しい物件が購入できたみたいですね。まあ、キユちゃんのパワーがあれば、なんか普通にうまくいきそうではあるけどな。一般人だと手こずると思うけど。先ほど利益の回収を指示した店舗から、お、お金が受け取れるね。一定時間か。まあ、その間に、絡まれまくってお金を貯めたりとか、もできるわけだな。回収が、おぉ、ケーキと、占有率ボーナスで、200万も入ってるじゃないの。すげえな。これをさらに、ジャリンジャリン稼ぐぜ！ジャリンジャリン稼ぐぜ！とやってば OK と。こんな感じでどうだい？利益が回収できたようですね。このタイミングで5ビリオネアからマネーバトルを挑まれることがあります。なるほど。利益を回収したタイミングでちょっと待ったーってなるわけね。マネーバトルに負けると店舗を失ってしまう。マネージャーの愛情を忘れずに。しかし、いろいろと覚えることが多いな。うん。まあ、キユさんならすぐになれますよ。とにかく物件を増やして成長させて、人材を増やす。そうすれば占有率は上がって、お金もたくさん儲けられるようになる。そうやって我々が大きくなっていけば、5ビリオネアを倒すことにも繋がります。どうした？増やした運用資金は好きに使ってもらって構いません。こういう仕事をしていると、いろいろなところでお金が必要になります。自信を高めるためにも、有効に使ってください。まあ、自分が殴り込みに行くのにも強くなってないと、困る場面は増えるでしょうからね。こんな時にすぐには掴み道が思いつかないか。そうだね。でも自己投資への金額めちゃくちゃ高いからな。いくらあっても困るんでしょうね。社長か。俺は社長になったつもりはないぞ。でもなんか秘書としては、経営者の人は社長って呼びたいんですよね。それってすごく秘書っぽくないですか？秘書っぽさを求めている。よくわからんが、社長は山の井さんだろ？まあそうですが、いいんじゃないですかね。なんだっけ。リーナさんがそう呼びたいなら、何リーナさんだったっけ。私も秘書経験ってここ初めてなんだよ。ええー、そうなんだ。山の井さんはどうスカウトしてきたんだろうな。この人秘書に向いてるかもしれないみたいな。秘書検定取り立てとかだったりするんでしょうか。その前何をやっていたんだ。秘密です。グラビアアイドルとかじゃないのかな。別に何と呼ばれようと構えやしにしな。それじゃあよろしくお願いしますね。うめ。仕事はできそうだが、なかなか変な奴だな。先が思いやられるぜ。引き受けた以上は頑張るとしよう。キユちゃん真面目だからな。こういうのガンガン成長させていってくれるでしょう。そういう信頼はあるよな。だからこそ山の井さんに任せられたんでしょうけど。オッケー。じゃあここまでやったら、一旦釣り忘れないって話ですね。あれ？お、お前は、あれ？どっちだったんだっけ？極みじゃなくてゼロの方だったよな。キユさん、お久しぶりです、こら。横道してるはずの今日。相変わらずちぐはぐな喋り方だな。実は俺、キユさんのところでヤンキーらしさを磨きたくって。会社の手伝いを、もうその情報が、一瞬過ぎないか。話し声外まで漏れてたんじゃねえだろうな。俺の会社の手伝いをし、ヤンキーらしさが学べるかどうかわからんが。なんでもします。いや、給料は払う。そらそうだよな。数字は通さないとね。そう。お金は大事だからな。金の切れ目が縁の切れ目とか言うし。大事な人にほど、こういうところでお金はなくていいからみたいなことはしない方がいいね。早速ヤンキーっぽさを学べた気がします、こら。
アドバイは今日が仲間になりました。サポート能力。星は何だろう？娯楽系かな？キエさん、今後ともよろしく、お願いしますね。こちらこそ、よろしく、な。おー、なるほど。ってことは、これアドバイザーも、あれかい？スカウトできる感じなのかい？それはなかなか街を歩くのが楽しくなりそうですね。ま、それはともかく、セレナに行ってみましょう。あの人はいるのか？セレナ何回だったっけな？お、結構繁盛してんな。あれとか錦山もいない？これ。この独特の服は。お、とかこの特徴的な泣きぼくろは。カラオケ楽しそうだね。カランカラン。セルナは3階か。到着いたしまして。懐かしい扉だ。いらっしゃいませ。この声は？いや。ん？あれ？お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。いるね。意識。よ。なんでお前がここに？行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気に。な、レナ。ああ。あら、錦山くんのお知り合い？あ、もしかして桐生さん？あ、ああ、そうだか。声の感じ全然違うな。やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山くん、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、キリュウ。小田はまだなのか？先に行って待っててくれてたんじゃないのか。いや、しかしみんな若いな。時代に合わせていろいろ変化していったんだな。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。うん。小田さんならまだ来てないわよ。あら。さあどうぞ。てかすっかり顔なじみなんだな。私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。どうなんでしょうね。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ、ユミちゃん。あいつはまだ学生だよ。あ、そうなんだ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。それはいいことなのか。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。でもこの不器用な感じは確かに親父な感じもあるよな。キリュウちゃんいい親父になるよな。それにしても、うん、立花不動産の小田って言ったか。来ねえな。ちょっと遅いんじゃねえのか。なんかあったか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ん？なんだよ。
おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。いいんだか悪いんだか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから。お、それならいいだろ。西に歌が聞ける。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。ノリノリだね。てかキユちゃん、仲いい人たちの前では結構下打ちするな。ジャッジメント、審判、ジャスティス。ちなみにこれは西山だから、あれ、ボタンを俺が押すの？俺が押すんかい。なんだこれ。なんだこの背景は。キューちゃんもノリノリだ。ああ、間違えた。てか、右のキーボードは誰だ？てか、今回かなり集中したから、全然、全く喋る余裕もなかったけど、これで92なの？かなり頑張ったんだけどな。え、最初のキリュウちゃんに比べてもだいぶ良かったと思うんだけど。あれ、これもしかして歌の得点だから、あれかい？この合いの手関係ねえ。その可能性あるな。まあ、確かに意識上手かったけど。イケイケで合いの手。カラオケ王、王になっちゃったよ。あれ？前もカラオケ王だったっけ？どうよ。錦山君すごい。プロみたいだったわ。プロでしょうからね。だろう？おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。びっくりするぐらいノリノリだったな、あいので。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく、素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか？ノリ色なキユちゃん。そんなわけないだろ。タグ。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。うん。本当ね。事故にでもあったんじゃないかしら。演技でもねえな。え、どっかの組にもう見つけられてタコ殴りにされてるとかじゃないよな。え、なんです？あー、いらっしゃ。キャーですよ、こんなの。小田。あー、これ殴られたか。あの喧嘩自慢の小田が、後ろにいるし。ワン。ヤクザか。何組のもんだ？お前かよ。いや、元気そうだな。早速報告されたんだな。兄貴。兄貴じゃないよ、もう。なんでここに座ってろ、錦山。
これ錦の立場は大丈夫なんか。こいつらに見覚えあんだろ、義龍。ヘタレだったからボコボコにしましたけど。お世話になりました、義龍さん。お前ら戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前はうちのしのぎ邪魔したんだろ。わお、立花不動産で言え、こそこそ登場会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。そうですか。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。ニシキニシキニシキは関係ねえだろお前。いや俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。ニシキやめよ、ガキがシャシャレ出てくんな。もう空気悪いよ。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。ああ出なくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいっすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、課題の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほらここで錦山と飲んでる。美人のママも一緒にな。片桐に迷惑かけてんじゃないかお前。ああ来いや桐生。とかこの店正面からはエレベーターでしか入れないと思うんだけど、ボコボコにした小田立たせてエレベーターに乗ってみんなで入ってきたの。絵面がシュールすぎないか。錦山がこんなところでもまたかわいそうな目に遭ってる。あれでも普通に階段あんな。こっちをこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。また錦山がいじめられてる。キリュウちゃんの方はな、もう一人でいくらでも相手タコ殴りにできるからいいんだけどな。イベント敗北したりしないよな。そんな柄じゃないと思うし。てか、アワノが来ないと絶対に勝てんだろう。お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足でフルスにションベン引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。ションベン借りたと思ったら向こうがやってきたんです。急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何も言わんな。何つったってんだ。土下座しろや土下座。てめえたちは分かってんのかバイラ。よく吠えるな。なんか勘違いしてるらしいな。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気などか。そうかよ。面白いなお前。あれやってみろ。早くやれや。その代わりここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所吐いたよ。
おお、行きましたね。てめえ、いや、殴れって言ったよね。何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。いいぞ。行くぜ。頼もしいぜ。親父が近くにいるんだからただじゃおかねえぞっていうのはもう格好悪すぎないか、お前らは。うん、背中から来るのはちょっとやめてほしいけど、うん、あーちょっとヒム、あーちょっと待ってね、待ってね、あれ、ちょっと待って、あー大丈夫か、よかった、キングバーガーセットもまだ残っていたぜ。キングバーガーセットを食べさせてもらうで、で数が多いからちょっと壊させていただくね。やろう、うん、うん、お金をばらまいてもらうぜ。はい、あれ、なんか一人いたぞ。うん、はい、はい、はい、キクチー、もう許さねえぞ、もう終わりか。はい、はい、あれ、もう岡部だけ、もしかしてそれは早くないか。終わりか。無理やりあげる、いいぞ。そういや、ちなみに岡部って前もやったっけ、なんかすりえ見覚えがある気がするんだけど、気のせい。はい、無理やりあげる、無理やりあげる、うれ、おい、一発でこんなにもらえちゃうの。お前金持ってんな。1000万の忍び、お前の財布から補填すればよかったんじゃない。はい、300万、金持ってんじゃねえか。ほら、早く通帳出せよ。手持ちだけじゃ足らねえよ。小指が痛んで力が出なかったか。おお、置いてきましたね。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。お酒は美味しかったか。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。お、行くの？くっ、しかし強いな。キリュウよ、おめえなんで立花不動産にやる。何？分かってるぜ。カズマの頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたが、おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえがな。俺はよ、カズマの頭が立花不動産を使って殻の一つを追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか。そればっかりだな。どう思うが、あんたの勝手だ。お前ごまかすのが下手だな。でも俺、おめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう立花不動産、もう殻の一粒の持ち主を見つけたのか。そうか、まだか。これでも手がかりくらいはつかんどるはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい、おめえの目を見りゃ何だかんない。おめえは分かりやすくて本当いいや。なあキリュウよ、俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのが手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が
腹の一つに手出そうとしたこともな。どうする？それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思うね。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた立花に会ってどうする気だ。殻の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間がある。立花を渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始めろ。獲物は当然お前の首だ。ニュー。でもよっぽどの強い奴が来ないと、正直お前を殺すって言われてもそれがって感じもちょっとあるけどな。でもまあ実際阿波野の兄貴の方は強いっぽいからな。そういう意味ではどうするか考えなくちゃいけないのか。てかクリアボーナス先2000万ももらっちゃった。こちらもこちらでマネーゲームで勢力を拡大していかなくてはならないでしょうね。国産高級車500万円6台分。6台持っててもな。さてでは第6章極道たちの生き様いりましょう。これはまだ桐生ちゃんですね。錦山、鼻血は大丈夫か？うー、織田がボロボロだ。ママ、もういいよ。迷惑かけた。織田さん。戻ったぜ。桐生。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そりゃこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。みんなに言ってんのか。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ。俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに桐生が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。
まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は道島組と正面から勝ち合う前に例の空の一壺をかっさらうつもりでいた。ほう。道島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。道島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く道島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人クゼなんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。クゼ以上か。とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。どうなる？うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。だからあの社長は何をするかわからんかな。社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。本人お前に言うか。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでも俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ！悪く思うなよ。キリュウちゃんとしては別にな。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それよりこれからどうするの？おい待て、キリュウ。おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。うう、肝が据わりすぎだぜ。常に背水の陣っていう状況で立ち回りに慣れているのか。殺しの濡れ衣を晴らす。殻の一つをまだちゃんと見てなかった。警察もいなくなったかもしれない。一度現場を見ておくか。へぇ、ついに来るか。確かに最初のムービーでしか見てなかったよな。殻の一つぼって、あ、ここなのか。すげえな、神室町のど真ん中だな。神室町商店街のかなり奥まった。こんなところでボコボコにしてたんか。ぬーん。まあ早速行ってみようか。ここで見て、なんかイベントがもう一下りくらいあるかな。そこまで見て終わりかな、今日は。殻の一つぼね。厄介なことになってきた。クゼと阿波野は来たけど、あと一人誰だっけ名前。あのもう一人の若返し白さは全然絡んでこないし。なんか、キリュウちゃんに対して、まあ、優しくはないんだけど。なんというか、まだちょっと違うような、視線を向けていたような気がするから。最後に、また喧嘩するような絡み方をするのかどうか気になるところですね。まあ、この感じ、阿波野の兄貴とクゼの兄貴はボコボコにして終わるんだろうけどね。ん？黒ずくめやろうか。はい。コロンと転がって、はいはいはい、おいや。めっちゃもらえてる。
お、いけるか。ブルーイエー180万、今回めっちゃもらったな。ありがてえぜ。でも蹴れば蹴るほど金が出てくるっていいヤクザだな。まああいつらはヤクザじゃないのかもしれないけど。ここか。また不思議な感じになっているか。で、ここか。ちゃんと見ておこう。あの時とは装いも違うが。わあ、生々しい。でもこんな血の血だまりのできる殴り方はしなかったもんな。銃で撃たれたってことだし。ん？誰？ああ、社長、なんでここに？コードを読まれていたのか。怖いよ、この人表情なさすぎて。立花。何考えてんの？え？ってかさ、もしかしてお前がやったのか？なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、お、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですが、クゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ。クゼ側ではないのか。つまり、あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は、ええ、おそらくクゼじゃありません。他にいます。別の勢力の誰か。今、私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。それでわざわざ来てくれたの？そのためだけにあんたはここに。ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実は、え、この殻の一粒の所有者を見つけました。本当に？え、わけあってまだ接触はできていません。ですが、その人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。怖い言い方だな。無理な相談でしょうか。無理ではないがな。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。お、塀の中か。一日。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだな。釜をかけている。あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。信頼されてんな。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。立花社長の方が怖いけどな。大丈夫なんか。今は立花からの連絡を待つしかない。家に帰っておとなしくしているか。家も狙われてんじゃないのか。堂島組の奴ら、それこそ阿波野の手下とかが異様を打って待ち構えてたりしない？あ？なんか人だかり？おい。なんかいる。あ、よい兄ちゃん、ちょっと待てよ。誰？何で待って通り過ぎようとしてんだ？ここを取りたかったら通行料払ってもらおうか。あ？なんか見覚えがある。ガリット中？カツアリか。かわいそうだが、今は関わってる場合じゃない。なんとか言ったらどうなんだ？被害したくなかったら金を出せって言ってんだよ。しょうがないな。それじゃ、しっかり拾ってよ。そら！バラバラバラ。金ばらまいてる。何？うおー、金だー。みっともねー。柄の悪い男。え？
すすげえ、俺こんな大量のお札見たの初めてだ。あ、てめえ、それ俺が先に触っただろうが。手出しんじゃねえよ。お前こそおそなしいだけろ。やれやれ、まったく貧乏人っていうのは浅ましいもんだな。まあ金をばらまく方もどうかとは思うけど、この姿を見たらさっきの飾りの光景もなんかすごい虚しくなるな。目合っちゃった。見られていたか。なんだ、君もお金が欲しいのかい？いや。そう、じゃあ僕は先を急ぐから。じゃあね。君はもしかして、お金持ちの人かい？道を開けるためだけにいつもああやって金をばらまいているのか？そうだけど。すごいな。結局金を放ってるんじゃ、飾りされてるのと同じことじゃねえか。ああ、やっぱり普通の人にはわかんないのかな。なんだと？あのね。ん？金持ちくん福島。やっぱガイド中の人だよな、福島さんって。僕みたいな超お金持ちになるとね、お金なんて吐いて捨てるほど持ってるわけ。あんなはした金、いくら拾っても痛くも痒くもない。それよりも、ああいう連中と関わって時間をロスしちゃうことの方が痛いんだ。それを避けられるならいくらでも金を払うよ。金持ち喧嘩せずってわけか。そういうこと。試しに君もやってみたら？え？できるようになるの？お金、ばらまいてみてごらんよ。いや、しかし、俺は別にそんな急いじゃいない。本当にそう？道を歩いていて通行人が邪魔だと思ったこと、一応にではあるんじゃないかな。まあ、確かにあるな。あれは、おい、ちょっと待てってめっちゃ言われるからな。じゃあ試しに今ここでやってみなよ。きっと邪魔な通行人をどかすことの快感ってのがわかるはずだからさ。しかしそうは言っても手持ちの金が。おくれるの？今回に限り特別ボーナスで僕があげるよ。君は思う存分ばらまきを堪能するといい。ほら、このお金を使いやって言ってばらまくんじゃねえだろうな。わかった。それじゃあお言葉に甘えて食べさせてもらうとしよう。チュートリアルのためにお金くれるってすごいな、この人。アドベンチャー中 X を押すと所持金を消費して周囲にお金をばらまくことができます。近くに人がいるとお金に反応して集まってきます。後方の女性たちを自分の周囲に集めてみましょう。嫌な人の集め方だな、これ。X ね。乗ってけー！乗ってけー！集まったー。わー！何？ん？なんか来た。狭い路地は道を塞ぐようにチンピラたちがたむろしていることが多く、バトルを回避して進むのが難しい場合があります。周囲にお金をばらまくことでチンピラたちの注意をそらすことができます。えい。どうだい？お、お金に気を取られている。悲しい連中だ。いや、お金に困ってても、目の前でばらまかれたからって言って、慌てて拾いに行きたくないけどな。出所のわかんないお金なわけでしょ。その、ロンダリングの最中に使われているお金かもしんないだろう。そう、優しさ拾うもんじゃないぞ。チンピラたちがお金に夢中になっている隙に脇を通り抜きましょう。お前らどけ！この間に後ろから殴りかかりたい気分なんだけどな。それはダメなのか。このようにお金をうまくばらまくことで無用なバトルを回避することができます。急いでる時などを活用してみましょう。とんでもねえバブルの時代にしかできねえ技使ってんな。でもまあ確かにお金めっちゃ持ってるからな。使い道はいろいろある方がいいってことなんでしょうけど。いやー、実に豪快なばらまきだ。とても一般庶民とは思えないよ。確かにな。景気良すぎだよな。いくら、このお金を使ってばらまいて、この通行人をどかして見せてよって言われても、いや、俺そういうのしないんで、ちょっともらった分だけ、もらって帰りますねって言いたくなるんだけど。これが金持ちの世界ってやつか。正直あんまり気分のいいものとは言い難いな。まあ気分良くなる人もいるんでしょうけど。でも急いでる時とか、君も争いに巻き込まれたくないと思うことがあるんじゃない？そりゃ、まあな。とか、この先めちゃくちゃ絡まれるから、こういうのを活用しろってことだよな。考えるのも嫌だな。そもそも僕に言わせればタイムイズマネーなんての嘘っぱちもいいところだ。時間はお金よりも貴重なのにね。まあそれはそうだよな。なるほどな。あんたの言うことも一理ある。お金は買えないからな、実際問題。まあ、疑似的に買うことはできてもそのものを取り返すことはできないしな。だからね、君も無用な争いに巻き込まれそうになったらお金をばらまいてみるといいよ。まあお金に変えられないもののためにってことですね。相当お金を持ってるらしいが、どうやってそんなに稼いだんだ？それは気になるか。どうやら君も金持ちの世界に興味が出てきたらしいね。できれば手っ取り早く大金が稼げる方法なんてあると助かるんだが、贅沢を言ってるのは重々承知だ。お前も、なんか5ビリオネアとかじゃねえだろうな。あるよ。何？まさにハイリスクハイリターン。あれのおかげで僕も荒稼ぎさせてもらってるよ。一体なんだ？まさか、宝くじ？劇場前広場にいてごらん。君が真の金持ちならそこから先へ進むことができる。行ってみればわかるよ。真の金持ちだけに許された世界がそこにある。ま、もちろんビジネスは手広くやってるから、稼ぐ方法はそれだけじゃないんだけどね。僕は、
いや、僕らは普段、あるちょっとした方法で資産を運用していて、それで多額の利益を得ている。そっちの方の話も聞きたくなったら、ヴィンセントにおいで。まあ、資金運用という意味では、あの事務所でやってることと大差なさそうな気もするけどな。なかなか有利な時間を過ごさせてもらったよ。この人にとっては有利な時間だったらしい。てか、なんでこんな裏路地通ってんだろうな。裏路地というか、寂れた商店街。明日になれば立花から連絡が来るとはいえ、それで万事が解決するわけではねえ。今は少しでも資金を増やしておきたいところだ。劇場前広場に行けばお金を増やす方法がわかるらしい。なるほどね。ちなみに劇場前広場ってどこ？このあたり。太平通り沿いじゃないから、例のチンチロのあれではないのか。この辺ってなんか、違うか。なんか、ティッシュ配りしてる兄さんがいたような気がしたんだけど、そことは違う場所だね。にゅん。まあ、やっぱり今後お金はすごく大事になってくるんでしょうね。これまでもすごい大事だったんだけど。それ以上が、待ち受けているわけだ。ちょっと待って、めっちゃ硬いぬい奴がいた。え？なんだよ、もうお前。俺に何か隠し事してるんじゃないの？やめてよ、たっちゃん。私隠し事なんてして、ないよ。言いよどんでんな。ごめん、俺見ちゃったんだ。みなちゃんの財布にお金がいっぱい入ってるの。それは、20万を入ってたよね。みなちゃんの家、普通の家なのにおかしいよ。人の財布簡単に見るなんて。たっちゃんのバカ、嫌い。みなちゃん。たっちゃんが困っている。彼女の秘密。高校生同士の喧嘩にしてはなかなか生臭い内容。話を聞くべきなのか。ちょっと遠慮しておきたいところなんだけどな。だが、後で聞いてみようかな。とりあえず今回は時間がいいので、ここまでにしておきましょう。劇場前広場に行くが、たっちゃんの話を聞くが、また次回考えるとして、今回はここまでです。はい、ありがとうございました。